どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらバレンタインノアを使った裏千住の周回編成紹介していこうと思います。今までなんとかねノアの周回編成ね紹介してきたんですが、今回のノア編成がもう今までで最も快適で楽に周回できる編成になっております。もう最新キャラクターめっちゃ取り上げられていてね、まあ、編成自体も相当強くなってますので、組める人はぜひ使っていただければなと思います。今回笠地蔵さんからね編成をお借りしていて、自力パズルがまず6階層の1回のみで、もうそれ以外ずらすだけで破壊していけて、めっちゃ楽に周回できます。早速編成の方を紹介していこうと思います。編成こんな感じになります。はい、こちらですね。ってことで、リーダーからです。こちらリーダーノアですね、スキブリダチェン体制にこちら、織姫武器継承です。はい、で、こちらノアです。スキブ遅延2つつけてあげて、こちらセルティ武器継承です。セルティのバイク継承ですね。で、まあ、からのノアです。スキブ吸収無効洗剤にこちら彦星武器継承ですね。はい、でからの、アトベです。スキブに体力キラー4突、そしてこちらヒュンケル武器継承です。はい、で、からのバルバトスです。十強吸収無効神キラー洗剤にこちらミーティアですね継承してあげて、ラクス武器継承してあげて、最後ラクス全パラアシスト無効洗剤つけてエノーラ武器継承って感じになってます。もうこれだけで周回できます。バッチは落ち込んなしバッチです。実際に使っていきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。まずはアトベ使います。でからのノアの C 使ってあげて一発ずらしましょう。で豆を大量に作ります。これで豆8個振らしてあげて、でノアの C 使って2パンしていきましょう。豆8個含んで12コンボで倒していきます。でこれで12コンボ組んであげて突破していきます。さあこれで突破していきましょう。倒していきます。さあ続きまして2階層です。2階層はセルティ使ってあげましょう。ここら辺から新武器コーナーですね。はい、セルティ武器が3ターンヘイストのナロクマス属性吸収無効を持ってて、まずセルティ使ってから、あとは織姫使います。で3ターンヘイストまたしてあげてノア使います。でずらしていきましょう。織姫武器は HP50% 回復もおまけでついててめちゃ偉いですね。はい、これでしっかりとまずは半分まで削りです。そしたらノアの C 使ってあげてもう一発殴っていきましょう。無効貫通スキル継続でワンパンで倒し切っていきます。12コンボ組んでこのまま倒していきます。突破です。さあ3階層です。3階層はノアの A 使ってあげてずらしていきます。でここもしっかりずらすだけでワンパンで倒していきましょう。12コンボ組んであげて属性吸収無効はセルティ武器で、でまあ織姫で HP 回復しつつ倒していきます。さあ4階層です。ラックス使ってからノア A 使います。ダメージ無効貫通もね継続してるんですけど、ラクス武器のおかげで超根性までブレスで破壊できて、しかもノアずらすことで濃姫の半分時行動もスキップして倒せます。はい、で次の先生も織姫武器の自動回復があるのでこれのおかげで受け切れるという形になっております。そしたら5階層はヒュンケル使いましょう。ヒュンケル使ってあげてからエノゴラ使ってあげてノア使います。そしたらこれでヒュンケルで 60% 軽減4ターンと、あとはエノーラ武器で12ターン HP を回復発動してあげてこのままワンパンで倒していきましょう。突破です。さあ続きまして6階層です。アトベからのバルバトスからのノア B 使って L 字配置組んでいきます。 L 字配置が唯一の今回のパズルで、逆に言えば今回のここ以外パズル1個もないです。はい、しかもパズルもめっちゃ簡単ですね。ノア使います。はい、こんな感じで L 字組みながら超つなげし組むだけ。もうここも固定パズルなんで、これで固定配置組んであげて20コンボで倒していきましょう。突破です。ワンパン。さあ続きまして7階層です。もうこっからは立ち回り見せらなければずらすだけです。はい、
まあ、立ち回りミスだけはもちろんないようにしてもらって、ずっとずらしていきましょう。ノアの C 使ってずらしていきます。明智太郎とワンパンできる編成なんでめっちゃ快適っすね。これでワンパンで、まあ8階層です。8階層もラクスで消せない回復してあげてからノアの C 使って殴っていきます。ラクスで消せない回復、ノア C で生成、バルバトス使ってあげて倒していきます。弱化ドロップも全然影響ないですね。泥強めっちゃ多いしね、火水どちらでも火力出せるんで、これで20コンボ組んでワンパンしていきます。もし水が弱化食らっててもね、バルバトスとノアの副属性で火力出せるっていう変質になってるんで、まあそもそも火力自体が高いですね。で9階層はノアの A 使います。で吸収無効潜在発動するので、ノア A ずらすだけでワンパンで倒せます。さあこれで吸収無効潜在の力利用してあげて倒していきましょう。まあ、バルバトスが強いね普通に。でまあ10階層です。10階層はノアの A 使ってあげてずらしてワンパンしていきます。ノア A 使いましょう。これで倒していきます。10コンボ組んであげてワンパンで倒していきましょう。さあこれで倒していきます。でまあ続きまして11階層です。ここはノアの B 使ってあげてずらして倒していきます。一応ねここでお位置が来たらラクス使ってあげてください。ずらしワンパン突破。12階層です。12階層もノアの B 使います。本当に俺パズルしてないでしょマジで。本当にノアずらすだけでいいんですよ。だから強いんだよね。結局さ、みんなが使ってる裏千住の周回編成ってやっぱ自力パズルが多いじゃん絶対ね。それもそれでタイムが早いからもちろんメリットなんだけど、そのねコンボ加算を利用しないことで、あの自力パズルをすることでタイムを早くしてるから、それもメリットなんですけども、逆にね周回勢の人にも高速で周回したいタイプの人と楽して周回したいタイプの人、2通りに分かれると思ってて、例えば時間があってねゆっくりでもいいからとにかく楽に周回したいっていう人はめっちゃこれがおすすめかな。だから1日1周2周ぐらいしかしないんだったらタイム狙いの編成でもいいですけど、1日5周とかね、なんならそれ以上するんだったらやっぱり楽できる編成の方がいいよねってことでめっちゃおすすめです。14階層バルバトスからのノア C 使いましょう。バルバト使ってあげてノア C 使ってあげてずらしていきます。そしたらこれでここもワンパンで倒していきましょう。さあということで、ただノアずらしてるだけでもう気づいたらなんと15階層ボス1です。ノアずらしてただけ、いやすごいね本当に。そして15階層はラクスからのノア A 使いましょう。ラクス使ってあげて HP1.5 倍、ノア使ってあげて生成からのずらし。そしたらこれでボス1に関しても当然のワンパンです。6コンボ現象なんてね全く関係ないですね。これで倒していきます。確定で14コンボ、まあ、3コンボ加算なくても11コンボ入ります。そしたら次にボス2の初手ですね。ボス2の初手はまずノアの A 使います。ノアの A で生成1ターンヘイストしてあげて、バルバトス上限解放してあげて、弱化エンハンスもね返してあげて、あと別使います。でこれで敵の属性火に変えてあげてずらしてあげると5コンボ加算も含みながらちゃんと11コンボ以上入って半分まで持っていきます。さらにアトベのスキルでねダメージ半減が発動しますので、アトベの力を利用してあげてしっかり半減で耐久していきます。そしたら最後にノア使ってあげて終わりという感じの編成でした。いかがでしょうか。マジでノアずらすだけです。本当に楽ですね。パズル組むところも6階層しかなくて、それ以外は立ち回りを覚えれば完全ずらして周回できるのでめっちゃおすすめです。なんでね、ぜひ今裏千住の周回編成迷ってる人はもうこの編成バカ強いんで、よかったら使ってみてください。
じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。